今の日本の現状ってのはね、もう結局のところね、どの政党を選ぼうがですね、売国度でしかないっていうですね。うん、今の日本は末期症状なんですね。もう誰を選ぼうが、誰にね、投票しようが、売国度しかいないんだから、もう選びようがないんですよ。地元の方なんかね、今回ね、小選挙区に出てるのが2人だけっていうね。 小選挙区に出てるのが二人しかいないんでね。一人が自民党、一人が立憲民主党なんですね。もうこれだったらね、桜井誠って書いてですね、出してやろうかっていうですね。もうどうしようもないんですもん。だから君たちもね、周りの人たちにどうしてもね、入れるところがなかったら、桜井誠って書いて入れとけってってですね。無効票にはなるけどね、一応票としてはカウントされますからね。無効票として、 表としてカウントされるんですね。無効表という表で。だから、桜井誠って書いて、で、入れたいね、政党名、日本第一党って書いて出したきゃいいだけの話ですからね。選べないんだったらそうしろって言ってるんですよ。いやね、中に書いてある。だったら日本第一党がね、あんた候補者立てる。立てたわ。衆議院選挙でも参議院選挙でも立てたのに、あんたたちが死に物狂いで支持しなかったんでしょっていうですね。なんか、勘違いしてるけれども、 今回の参議院選挙、さらに前回の衆議院選挙で日本大臣と候補者立ててるんですよ。それを知らない馬鹿がですね、あの、今回立てないの。当たり前だろうよ。こんだけ金使ってね。本当にこの末期症状になってる。自分たちの責任っていうものを考えてないんですよ。あんたたちが入れなかったんでしょって言ってるんですよ。多分ね、この選挙が終わっても彼ら何もしないですよ。この選挙が終わっても彼らはですね、あの、川口には何の問題もない。 日本における外国人問題は存在しないということで、このね、安倍坪造がね、初めてやった、ね、移民法の制定、それ以降のですね、日本の移民政策について変更はしないです。いや、仮にこれね、立憲民主党になっても同じですよ。政権が立憲民主党に仮に移ったとしても、立憲民主党はより一層ね、外国人にこう開かれたね、国づくりを目指しますよね。結局、そうやってみるとね、 移民に反対している政党ってどこにあるんだっち話なんですよ。どこもないんですよ。どの政党も移民政策は賛成してるんですよ。いや、移民はやめてくれじゃなくて、今のね、君たちが選んでいる政治家っていうのはみんな移民に賛成してるんです。